はい。さっき着いて。歌って。あ、やったんだ。部屋の中で。なんなんでしょう、本当に。大輔さん、すごい。すごいですね。何を使ってるんですかね。こういうものがついてくる時が、まあ、一番美味しい。美味しい。大丈夫です。入ってます。社長がお友達と、まあ、もう始まる前からずっと知り合いだったんで。そうなんですね。はい、じゃあ踊って、はいはい、お寿司食べて。お寿司食べてから踊って。そうです。もうそこまでやってらっしゃいますもんね。あ、でも、あの、行かないです。お方は私は、はい、私は、はい。あの、お店始まった当時は、お邪魔したことあるんですけど。月曜日、踊ってたんですね。いや、踊ってはいないです。飲みに行ってただけです。はい。上のバーのところですね。上のバーです。はい。分かんないですけど、ね。下のフロアに行かないです。下のフロアには行かない。ただ、段取り、あの、覚えとくのが面倒くさいだけで。今、この子たちもバーンと叩いて、はい、あの後ろこうグッと今気合が入ってる状態です。ぜひそのまんまで、はい、まあ、すごくサクサクとした感じと、この甘みのクリアな感じというのもですね。